藤岡さんといえばもう関西テレビにとっては神様のように、何をしゃあらゆる番組にいろいろと顔出していただきまして、いや、いろいろお世話になりました、ね、でも関テレといえばあの時はこんなやった、ね、あのドラマ、まあ花と先生のドラマ多かったですよね、うん、その中ではまあ堂島なんていうのは、堂島、これは未だに思い出に残ってますしね、白雪劇場ですよ、わざわざ東京から呼んでもらったのに、うん、そのあんまり不細工なことできへん、うん、目いっぱいやってね、皆さんに喜んでいただかないかんというようなね、変にまあいわば気負いのようなものも若い頃でしたからありましたですね、張り切ってやってました、台本なんか全部頭にピシャーッと入ってね、はあ、今とはえらい違いですもうとりあえず皆さん方ね、あの関西テレビ の、あのドラマに出てた頃の思い出が他の曲よりも懐かしい、みんなとものすごくなんか密接なつながりがあって、終わってから周りをうろうろしたと、食べ物屋であり飲み屋であり、それが楽しかったという皆さんの感想。